高梨、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まってストライク。インコース決めました。ノーボールツーストライク。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターは今日 DH に入っているデスパイネ。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって3対2ファイターズが1点をリードしています。回は4回の表に入っています。ファイターズの攻撃、バッターは5番岡。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ホークス1点ビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、中盤1点差ですから、しっかり抑えていきたいですよね。そうですね。この辺りからちょっとしたミスが致命的になってきますからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。真ん中打ちました。これはセンターに抜けました。ワンアウトランナー1塁です。小宮山さん、これはピッチャー不用意でしたね。ちょっと中途半端な感じになりましたね。バッターボックスは7番横尾。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはアウトコース、ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルになります。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから、ランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。平行カウント、うちを攻めていきましたか。はい。1球ボールになって、これでフルカウント。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。さあマウンド上ご覧ください。記念の花束が贈呈されます。まあ、これが一つの成果ですからね。嬉しいでしょうね。はい。これからも新たな記録に挑戦していくんでしょう。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには大野、そして塁上には田中。まあ盗塁も考えられますから、警戒はした方がいいでしょうね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。一塁牽制、一塁はセーフ。一塁牽制、セーフ。ファウルになります。ランナーここはスタート切りません。さあ勝負してくるのか。打ちました。ショート取った。二塁送球、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。3対2 1点リードはファイターズです。中村。ホークス1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。センターへ抜ける。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー1塁です。リプレイでご覧いただきましょう。レフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど。そうですね。打ちました。痛烈、三遊間抜ける。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返していきました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。高谷が入っています。さあ一打同点のチャンス。もう追いつければ戦い方も変わってきますからね。なるほど。そうですよね。さあまず1球目、送りバントだ。三塁方向、ピッチャーが抑えた。一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁二塁。バッターボックスは9番上林。
ランナーを進めています。さあホークス逆転のチャンスを迎えています。まあここは犠牲フライで OK ですね。切りました、ファウル。フェアならば逆転かというところでした。おっとどうだ、切りました、ファウル。フェアならば逆転かというところでした。外の球打った、抜けていく、バックホームする、サードランナーホームイン。ホークス追いつきました。3対3、なおも三塁一塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。このバッターはね、ここ一番という状況で結果出してますからね。試合は振り出しに戻りました。ここで一気に行きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の今宮が、いい当たりだ、ショートセンター前へ抜けていく、サードランナーがホームに帰っていきました。ホークス勝ち越し、4対3、リードを奪いました。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやー見事なタイムリーでしたね。ゲームは中盤です。まだイニングは残っています。さあリードを奪えていけるんでしょうか。さあそしてバッターボックスには本田が入ります。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。打った、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。しかしこの回ホークス貴重な得点でリードしました。4回終了4対3、ホークスが逆転しています。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。高めの変化球は決まりません。高めの球ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って西川、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました、今宮、ツーアウトになりました。バッターボックス石井、ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはホークスが中田、そしてファイターズが高梨、この2人の投げ合いとなっています。ファウルになります。ここもファールです。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね。打った、伸びていく、どうだ、入れば同点、ポール際切れました。入っていれば同点というところでした。打った、センター前ヒット、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあいいコースに行ってるんですけどね。バッターボックスは3番近藤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ、これはすっぽ抜けました。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあ何を選択してくるか。高め外れてボール、打ちました、取った、二塁を送ります。スリーアウトになりました。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。4対3、ホークスが1点差を守っています。まあ緊張感のある、ね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますわ。そうですよね。落ちる球見逃してストライクです。あっという間に2ストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには5番内川、
先ほどの打席はショートゴロに倒れています。高梨、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。打ちました。切れていきます。ファウル。落としました。外れます。引っ張った。横アウト。ツーアウト。打席には5番バッターエスパイネ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。引っ張った。三塁線破っていった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。積極的に初球打ち。見事積極策はまりました。狙ってましたね。6番バッター中村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。引っ張った。これはどうだ。ファーストの左抜けました。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。ここはアウトコースの直球をうまく引っ張っていきました。思い切りよく引っ張りましたね。さあホークス追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れる時に。外の球打った。よく追いついた。いいプレーを見せました。これで3アウト。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、ダイビングキャッチに阻まれてしまいました。抜けたと思ったんですけどね。ランナー出ましたが、ホークス得点には至りませんでした。5回終わって4対3、ホークスが1点をリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、ワンアウト1、3塁のピンチ。迎えるは4番中田。このホームラン、ホークス一振りで先制点を奪われます。しかしホークスすぐさま反撃。得点圏にランナーを置いて3番柳田、2球目を捉えました。ホークス2点を返します。2回の裏、ランナー1塁2塁のチャンス。しかしここは内野ゴロ、同点とはなりません。4回の裏、逆転のチャンス。9番上林、追い込まれてからのタイムリー。ホークスここで追いつきました。さらに続きます。得点圏には勝ち越しのランナー、1番今宮、初球を叩いてタイムリー。ホークスここで勝ち越します。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるファイターズの攻撃。4番バッター中田。ホークス1点リードで迎える6回です。ファウルになります。さてバッターボックスの中田、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ボールを飛ばす。打ちました。取りました。一塁送球アウト。ワンアウトです。打順は5番岡。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。センター掴んでツーアウト。バッターボックスは6番田中。前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対3、ホークスが1点をリードしています。6回の裏、ホークスの攻撃。打席には1番バッター高谷。ホークス1点リードで迎える6回の攻撃です。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。
見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックス上林、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。高梨、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。わずかに入りません。ボール先行です。いいところへ決まります。失投気味でしたがバッター見送ります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。一塁送球、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター今宮、先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。ツーアウトランナーありません。ストレートはわずかに外れました。ボール先行です。低めの球ストライク、打ちました。これはどうか、ピッチャーが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。6回終了、4対3、ホークスが1点をリードしています。小宮山さん、ここまで熱闘力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあ、そうですね、もうそろそろ継投ということで、動き出すんじゃないですかね。そろそろ変え時なのかもしれません。打ちました、中田、アウト、ワンアウト。打順は8番大野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。中田、まずは先頭バッターを打ち取っています。落ちるボール空振り、空振りになります。ワンボールツーストライク、スライダー外れます。外へのボールは入りません。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。見逃し三振、バッターは9番中島、ツーアウトランナーありません。